どうも、カドちゃんです。今日、11月15日ですかね、は、愛知県の名古屋競馬場に来てます。僕は、自分の意見を人に発信し、その人の、解釈の幅を広げたり、また現状よくできる、そんなコーチってかっこいいな、そう思って、そうなりたく、発信活動してます。今は、おかげさまで愛されて1年と9ヶ月、馬券術の発信活動をしています。今回は京都競馬が、今週末から C コースしようということで、注意すべき、一つのポイントについてお話をしていこうと思います。今回の内容を理解していないと、あなたは、周りに馬券を当ててよしよしと、ガッツポーズやハイタッチをして、喜んでいる人がいる中で、あなたは、自分の手元にある外れ馬券と、またゴール後、モニターに映るゴールシーンを唇を噛んで悔しい思いをしてみることになってしまいます。そうなることで、家に帰って今一度、レース結果を見直すも、やはり、馬券で負けたという結果が変わることはない。今週も負けた、そう言って落ち込んで空を見上げますが、現実は変わりません。それを繰り返して、あっという間に、来年も負け組のレッテルを自分に貼ったまま、過ごすことになってしまいます。でも今回の内容を理解していれば、あなたは周りを外している中でも、あなたは馬券を当てることができ、そうなることで、お前今日勝ったんだろ、おごれよと、そんな風に嫌味混じり、嫉妬混じりに賞賛を受けることができます。ではそうなるために知っておくべき一つのこととは何なのか。それは、午前中のレースで馬場傾向を見るということです。はい。まあ、そんなことかと思われるかもしれませんが、意外とこれやってない人多いんですね。知っていると、やっているとはかなり違うと僕は思ってます。どうすればいいかというと、午前中のレース、まず土曜日ですね、土曜日の午前中のレース、そして土曜日の午後のレースで、芝コースのレースで直線で内側か外側かどちらを通った馬が来ているのか、上位に来ているのかというのを見てください。これをやることで、翌日の、馬券収支に、馬券的中につなげることができます。それでは今回は以上ですが、最後まで見てくださったあなただけに、一つだけお知らせがあります。この愛されて1年9ヶ月の、馬券術の全貌は、ここではお話ができていません。なぜかというと、とても長くなってしまうので、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので、愛されて1年9ヶ月の馬券術の全貌は、無料の電子書籍にさせていただきました。もうすでに目から鱗という声が1200人以上、もらってますが、今なお改良を続けて限定30名でまだ配布してます。動画を見て意欲が高まっている今が一番、あなたが馬券術が頭に入りやすいためなんで、今すぐ下記の動画説明欄でブログを見てください。それではお待ちしています。今回はありがとうございました。失礼します。